見てたのに。あ、ごめん。でもそれどころじゃないんだって。やっぱりギガースかっこいいよな。そっち？夜空の方でしょ。なんだよ急に。現れたか。今日こそあの黒いモヤモヤをやっつけるぞ。みんな準備はいいな。待って待って、気持ちの整理が必要だよ。落ち着けよ、俺に任せろって。作戦開始だ。暗いな。どこだよここ。ん？俺たちちっちゃくなってる？それにこの格好。近所？ねえ、あっちは驚いてもいいのかな。カートリス。オッケー、スリーでいくぞ。ワン、ツー。待て、なんだよバズ。あいつら誰だ。新入りか？ねえ、僕君のこと見たことあるよ。なんだっけ？夜空だ。え？空だけど。気をつけろ。黒いモヤモヤの仲間かもしれない。夜空！おいおいおい、大丈夫なのか？大丈夫だよ。彼らは今一番人気のヒーローなんだ。きっとアンディが新しく買ってもらったのさ。そうだよ、さっきのモヤモヤを倒したの見たでしょ。彼らならきっといなくなった仲間たちのことやバズのレーザーが出るようになったこともこのおかしくなった世界のことを全部解決してくれるよ。そんな情報は聞いていない。騙されるな、ウッディ。君たち、新しいおもちゃなのか？おもちゃ？さっきのモヤモヤのことを知っているのか？あれはハートレスだよ。俺たちは、あの黒い奴らと戦ってるんだ。やっぱり！わかった。はあ？とりあえず今のところは信じよう。俺はウッディ。
よろしくな。あ、お、おい、俺は空、夜空、俺は空だけどね。ガガルズ、グーフィーだよ。私はバズライトイヤー。俺はハム、会えて光栄だ。僕はレックス、君たちの大ファンなんだ。いつも君たちのゲームで遊んでるんだよ。今はレベル47まで育てたんだけど、なかなかバハムートが倒せなくてさ。ああ、そんなことじゃないんだ、言いたいことは。残念だな。スリンキーたちもいればきっと大喜びだったのに。全体整列しました。はっ、わー、よそ者、外の世界からようこそ。みんなおもちゃだから俺たちもこんな格好なのか。ん？それより、あのモンスターと敵対していると言っていたが、どこの所属なんだ？いや、あの、俺たちは…なんだ、答えられないのか。まあまあ落ち着け。彼らは俺たちが手を焼いていたあの黒いモヤモヤをやっつけてた。そんなに構えることないだろう。そうだよ、確かにな。それはそうだが、なあ、ん、その黒いモヤモヤ、ハートレスは前からここにいたのか。いや、最近になって現れたんだ。そういえば、そのハートレスが現れたのとみんながいなくなった時期は一致するな。もしかして、うん、何か関係があるのかもね。うん、前はこんなんじゃなかった。目が覚めたら俺たち以外のおもちゃがいなくなってて、アンディのママとモリーの声も聞こえなくなってた。そしてアンディもずっと帰ってこないんだ。大切な人なんだな。うん、いつも俺たちと遊んでくれる最高の友達さ。よし、アンディたちを探そう。え？他に何か手がかりはないかな。みんなが消えた時に変わったこととか。な、ああ、あれかな。あれだな。あれですね。どれ？アンディたちが消えた直後、あの黒いモヤモヤと一緒にお前たちのようなフードのついた黒い格好をしたやつが現れた。異変が起こって以降、見かけたのはそいつとお前たちだけだ。黒いフード、それってまさか駐車機関？知ってるやつなのか。ああ、俺たちの敵だ。モヤモヤ以外にも敵がいるのか。ここで起こってる異変の原因がわかるかもしれない。俺たちに任せてくれないか。いや、空たちだけには任せられない。え？みんながいなくなった原因がわかるなら俺たちの問題でもある。むしろ力を貸してくれ。ああそれで、そのクロコートはどこに？グソ、偵察隊からの報告は？ターゲットが最後に確認されたのはギャラクシートイズです。最近できた新しいおもちゃ屋だな。ソラ、案内するよ。窓から屋根を伝っていくんだ。ちょっと待て、ウッディ。ん？すっかり行く気になってるみたいだが、ここでアンディを待つべきじゃないのか？うん、そうかもしれないけど、もう散々待ったんだ。だから空たちと一緒に手がかりを見つけたい。俺を信じてくれ、バズ。わかった。さあ出発しよう。おもちゃ屋へ行かなきゃ。よっしゃ。
ギャラクシートイズで原因を突き止められればいいが。よそ者、外の世界からようこそ。あの夜空に会えるとはな。おもちゃへ急ごう。僕はレックス、君たちの大ファンなんだ。ギャラクシートイズは道路を渡った先だ。さあ急ごう。あれ、幸運のマークだよな。なあ、このおもちゃは動かないのか？まだわからないんだろうな。わからない？じゃあ動かしてあげよう。お前は夢の一番過去のゼアノート。覚えていてくれて光栄だ。なんだ、動けるのか。おお、危ない。心なき者と抜け殻が合わさり、新たな命を得たか。ハートレスとノーバディの関係を見るようだな。お前ら何がしたいんだよ。我らも欠落した闇を手に入れなければならない。それにはこの世界の心のつながりが手がかりになる。だから模した世界を作り、つながりを分断させてもらった。お前たちも興味深いはずだ。待て、どういうことだ。頑張ってくれ。ウディ、どうなってるんだ。このおもちゃは味方なのか敵なのか。そんなの決まってるだろう。シューザン、シューハブ。ハートレスだってできたんだから、空にできないわけないよ。何が？そうか、やってみる。Yeah!
操られてた。バトルモードのスイッチが入ってただけじゃないのか。バズ。ああ、なんでもない。ところで、さっきの黒コート、世界を作ったみたいなことを言ってたけど、どういう意味だ？多分、奴らは世界を二つに分けたんだ。アンディたちのいる世界と、こっちの世界。どちらかが、現実と全く同じ、別の世界なんだと思う。別の世界だって？それが君の設定か。興味深いだとか、頑張ってくれとか。さっきの黒コートとの会話も怪しかったぞ。え？付き合いきれないな。ねえ。ウンディ、行こう。確かに、簡単には信じられない話だ。でも、ここが現実と別の世界だということなら、バズのレーザーも説明がつく。それに俺は前に、悪の帝国とか、銀河の平和をとか言ってたやつを知ってるぞ。とにかく、さっきの黒コートと知り合いなのは間違いない。彼らと行動を共にするのはここまでだ。嫌われちゃってるのかな？設定とかはよくわかんないけど、この世界で異変が起きてるのは現実だろ？だったら一緒に。そうだよ。みんながいなくなったり、黒いモヤモヤが現れたり、ソラたちは俺たちを助けてくれた。それは事実だ。それに同じおもちゃ同士じゃないか。仲良くしよう。あいつだって同じおもちゃだ。報告します。レックスが何者かに連れ去られました。なんだって？隊員が上のフロアに連れて行かれるのを目撃しました。ハムとエイリアンの行方も分かりません。大変だ。みんなを探さないと。俺たちも手伝うよ。ほらバズ、アンディの部屋で何もできずにいた俺たちだけでみんなを助けられるのか。今は一人でも助けが必要だろ。確かに、ソラは無茶するし、え、ドナルドは口が悪いけど、そうそう、信用できるよ。ゴーフィーも無茶からしてるんだよ。そうそう。そうなの？楽しい奴らじゃないか。な、バズ。そうだな。人手は多い方がいい。しかし、さっき言った通り、まだ疑いが晴れたわけじゃない。まずは仲間を見つけるまでだ。ああ。悪いな、ソラ、ドナルド、グッフィー。我々も捜索を開始します。私の翼でも届きそうにないな。またロケットでもつけて飛べればな。あれでいけないかな。よし、行ってみよう。失敗だよ。急がないと。直してくれたのか。ここから入れそうだね。よし。レールが3本あるな。ああ、全部違うところに通じてるみたいだ。それ。
ぶるぶる。